はい、皆さんこんにちは、海星です。本日はですね、僕は2019年に関西外大を卒業してるんですけど、実際関西外大ってどうなんですかっていう話をさせていただきたいと思います。ではどうぞ。はい、本日はですね、まずちょっと台本あるんで台本見ながらやりますね。てか寒い、最近ほんまに寒い。本日はまず、はい、学部入、僕がどうやって入学したか、あと学校の雰囲気とか学生生活どんなんかとかサークルとかも話して、ほんであとはそのやっぱ関西外大って言ったら、関西外大って言ったら海外留学やと思うんで、その海外留学どんなんかっていうそれの情報も言いますし、あとその後 EIS プログラム、多分関西外大行きたい人やったら多分聞いたことあるかな、 IES プログラムと、あと関西外で僕の個人的おすすめの学なんか施設があるんでそこを紹介するのと、で最後1個だけちょっと残念なところも関西外でやっぱりあるんで、ちょっとそれも紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、でまず結論から言いますと、僕は関西外で、僕短大なんですけど、短大卒業してめちゃくちゃ良かったなって思いました。正直僕簡単に言ったら、その入学して、僕まずどうやって入学したかというと、その僕ほんま英語もまあまあやったんですけど、なんか高校の時も全然英語しか逆に勉強しなくて、逆に関西外大しかオープンキャンパスも行ってないんですよね。もう英語だけで受けれるとこどっかないかなって探してたら、なら関西外大が出てきたんですよ。だから関西外大ね、でも関西外大もやっぱり入学する時ってやっぱ算数、数学とか国語とかいるなと思ってたけど、その公募制推薦入試っていうのがあって、それが11月かな、10月か11月に受けて、それやったらもう英語のテストだけでいいっつって、あ、じゃあもう行こう、ここにしようと思って、で関西外大に決めました。僕ほんまやったら4年生受けたかったんですけど、やっぱり4年生も受けて、で短大も受けたんですよ、予備で。んで4年生は落ちました。ほんで短大入学することになりました。短大入学して、そこから短大やったらみんな編入するって言って、そのまま簡単に、簡単っていうか、まあまあ普通に成績取ってたら編入できるんで、その編入しようと思って短大に入りましたね。でまあ編入したらいいやと思ってって感じです。関西外で4つ学部あって、1つ目がキャリア学部、学科かな、学部か学科か忘れ、学部で、あと外国語学部で、こスペイン語学科、学科やな、学科、キャリア学、スペイン語学部、スペイン学部や、スペイン語学部で、国際学部で、もう一個別に短大が2年生であります。あと次はですね、学校の雰囲気について話していきたいと思います。学校の雰囲気は実際僕が感じたのは、なんやろな、めちゃくちゃほんまに頭いい人もいるし、めちゃくちゃなんか遊びに来てるような人も実際多いですね。関西外大って多分みんな知ってると思う、なんか見たら分かると思うんですけど、すごい綺麗やし、実際おしゃれな雰囲気のキャンパスで、ほんまになんかスタバもまあ大体の学校あるかもしれんけど、なんかスタバ飲みに来てる学生もいるわけですよ。なんかスタバまあスタバあるからスタバ飲みに大学来てるような人もいるんで、でもその中でもすごい意識高い頑張ってる人もおれば、もう全然遊んでる人もいるっていう感じでしたね、僕の周りでは。実際あとパリピみたいな人も結構多いですね。で僕はちなみに運が良かったことに、周りの友達がすごいいい人ばかりに巡り会えて、みんなその一緒に英語頑張って勉強したり、多分みんなもその自分が何したいかによって、その周りの人間の関係も変わってくると思うんで、そこはちょっと大学入って自分が何したいかによって友達の付き合いを考えるというか、そういうのもしてみたらいいとは思いますね、個人的には。あと次、留学、関西外大って言ったらやっぱり留学やと思うんですけど、留学についてお伝えします。関西外大留学は基本的なやつが、留学行くときに奨学金がもらえるんですよ。奨学金もらえる人ともらえない人がいて、奨学金の制度が2つあって、フルスカラシップっていうのとスカラシップっていうのがあって、まずフルスカラシップっていうのが、学校の授業料、向こうの滞在費、なんていうの、食費も入ってるし、でレジデンス、なんか住むところも全部関西外大が負担してくれます。でもそれ行こうと思ったら結構難しくて、
学内の成績結構と上の方保って、であとはトーフルとかも必要になってきますね。まあ行きたい方はタムス1年かな、フルスカラシップ僕の周りでも取ってる人もいたんで、頑張ったら絶対取れると思うんで、頑張って皆さん留学した方やってみてください。もう1個はスカラシップですね。スカラシップは授業料だけ、授業料だけを負担してもらえるって感じですね。僕はこのスカラシップを得て、スカラシップをもらって、ほんでカナダに、でカナダに大学改正の時、短大かな、短大入って1回の秋学期に行くことができました。 3,4 ヶ月くらい、めちゃくちゃ楽しかったです。ちなみに、その僕の留学、まあ何回か YouTube でも話したと思うんですけど、留学はめちゃくちゃ良くてですね、で僕はナイアガラカレッジってとこに2019年の8月から9月かな、ほぼ9月から12月ぐらいまで行ってたんですよね。で僕はそこでもう絶対英語伸ばしてやるぞ思って行って、ほんでもうその時に前も言ってたんですけど、してたのが毎日英語で日記書くっていうのと、日記書いて、んでもう SNS はもう全部英語統一にしてましたね。だからその時の友達とかはもう日本語で送ってきてくれて、ほんまにごめんやけどっつって、もう英語で無理やり返事してました。おじいちゃんばあちゃん親にもですね、ほんまにその時はまあすいませんでしたって感じで、まあでもその4ヶ月はもう絶対そうしようと思って決めてたんで、そうしてました。あとは極力、ほんまにその時はめちゃくちゃ留学したくて、初めて留学やっときたんで、初めて行けたからもう絶対伸ばすと思ってたから、んで何やろ、やっぱり日本人とも遊ぶんですけど、もちろんめちゃくちゃ仲いい友達もできたし、でやっぱり留学生といっぱいつるむ、留学生といっぱい遊ぶようにして、でそこでいっぱいみんなでいろんなとこ行ったりして、ナイアガラの時とかすごい近かったんでいっぱい遊びに行って、できるだけその英語を使う、触れる、聞く、喋るっていうのを個人的にはやってましたね。でも残念なことに、いきなりなんかオンタリオでなんか先生と、なんかうるさいな、先生と政府が揉めたらしくて、簡単に言ったらもう学校やりませんみたいな、いきなりボーンってなって、留学行ってるのに授業ないってどうやねんと思って、留学来てるのに授業がないって意味が分からんから1ヶ月ぐらいあって、でずっと休みやったんですよ、ほんまに授業なくて。でも逆に僕その期間がすごい良くて、その期間でめちゃくちゃいろんな留学、人と遊ぶようにして、なんか授業でやるよりやっぱりその友達と喋ったりするのが全然会話的にも使える英語が実際身につきましたね、身につくと思います。で僕はそれで1ヶ月ぐらい遊びまくって、めっちゃ、まあ、楽しい楽しいってなってた時に、関西外大としてはその授業がないのはあかんからって言って、僕ら移動することになったんですよ。ほんで僕らは11月から最後12月1ヶ月間ユニバーシティオブウィニペグってとこに1ヶ月行きました。そこはもうクラスはもう日本人だけみたいな感じやって、気温とかもめちゃくちゃ寒かったです。マイナス体感28くらいしたんちゃうかな、ほんまにタオルとか振ったらすぐ凍るレベルの寒さで、まあまあまあ逆にすごい経験でしたけどね。ほんで留学が12月に終わって 3,4 ヶ月ぐらい、まあ、ほぼ3ヶ月ちょいかなぐらい行って、どんぐらい伸びたかって言ったら、ちょっと聞き取れる、ちょっと話せるぐらいで、もうちょっと行ってたらもっと伸びるやろうなって思ったぐらいに、もう留学、その僕短期留学やったんでそれで終わってしまったんですよ。で僕そっからこのままちょっと終わるのもったいないなと思いまして、ちょっと聞き取れる、ちょっと話せるやったのに、もう多分そこでストップしたらもう絶対、絶対また何も喋れなくなるなと思ったんで、関西外大やっぱりいいところって言ったら留学生が多いんですよ。留学生と僕はもうめちゃくちゃ、また帰ってすぐ友達になって、そのでいろいろアメリカ、カナダ、フランスとかいろいろヨーロッパの人とかを見て、そこでまた友達広げて、もうできるだけ毎日英語を話せる環境を作りました。でこの後その留学生いっぱいいる施設も関西外であるんで、後で紹介したいと思います。でスカラシップで、短大で約 3,4 ヶ月留学したっていう話です。
はい、はい、あともう一個サークルですね。関西外でサークルいっぱいあるんで、僕もサークルめちゃくちゃ入ってて楽しかったし、いい思い出がいっぱいです。皆さんサークルぜひ入ってください。僕は球技系とか運動系のサークル入ってて、すごいめちゃくちゃそこでもいい友達いっぱい巡り上げて、いっぱい出会えてすごい良かったです。うん、皆さんぜひサークル入って友達の輪とか広げてもらったらいいと思います。はい、次にですね IES プログラムっていうのを紹介したいと思います。 IES プログラムってなんていうかと言ったら、インテンシブイングリッシュスタディーズだったかなっていうクラスで、なんか普通の授業に加えて、なんか全部英語やったかな、のクラスか忘れたけど、なんかすごい僕そのプログラム留学帰ってきてからとって、多分僕短大って簡単やったんやと思うんですけど、もう誰でも入れるような感じ で僕はそれを受けて受かって、そのプログラムを取ってました。でそのプログラムめちゃくちゃ良くてですね、何が良かったって言ったら、周りの友達がめちゃくちゃ良くて、でほんまにそのクラスみんななんか英語やるぞっていうか、意識高い系の人ばっかりで、もずっとクラスとかクラス外でも英語で一緒に話したり、で試験前テスト前とかはそれこそさっき言う、試験前とか一緒にみんなで勉強したりして、めっちゃモチベーションが上がって、すごいすごい良かったですね、個人的に。うん、めちゃくちゃ良かったですったら、みんな IS プログラム取った方が僕は個人的におすすめです。次、関西外でおすすめ施設トップ3を紹介したいと思います。ランキング形式で発表します。ててん、3ナンバー3、7号館があって、関西外で。その7号館がすごい綺麗で、みんなめっちゃ勉強してちょっと意識上がりますね。はい、おすすめです、7号館で。第2位が図書館、静かですごい綺麗です。ちょっとあったかいんでめちゃくちゃ眠たくなりますんで、寝てる人も多いし、まあ、睡眠するのにめちゃくちゃいいです。で3階かな、ラーニングコモンズやったかな、なんかパソコンとか、あと部屋もあって、そこでプレゼンとかの練習もできるんで、僕もたまにそこ使ってプレゼンの練習友達と一緒にしたりとかはさせてもらいました。予約が確か必要やったかな。図書館の3階にあります。それもめちゃくちゃおすすめです。はい、第1位はさっき言ってた留学生がいっぱいいる施設なんですけど、 ICC かな、 ICC 国際交流部っていう体育館の、学生吉本なんちゃら講堂のすぐ横にある、噴水のすぐ近くかなにある施設なんですけど、国際交流部って言ってめちゃくちゃ留学生がいっぱいいます。僕はそこでさっきも言った通り、そのいっぱい留学生と友達になって、みんなで遊びに行く計画して、お花見行ったり、いろんなお出かけしたり、あと僕一人暮らしやったんで、そこで友達呼んでたこ焼きパーティーしたり、いろいろパーティーしたりして楽しんでました。向こうもみんな留学生も日本語を勉強した人なんで、仲良くなってお互い英語勉強して日本語勉強して、すっごいめちゃくちゃ、僕正直言うと留学行ってからより、そこの何て言うの、留学行ったことより、留学行ったこともめちゃくちゃ大事で、それがきっかけでその留学生と話そうってなったんですけど、僕その留学帰ってきてからの方が英語力確実に伸びたと思います。皆さんも全然留学行かんでも、行った方がいいと思いますけど、僕個人的にはめちゃくちゃおすすめしますけど、行くまでの練習とか、行って帰ってからとかも絶対に国際交流部行って留学生といっぱい話して友達になってください。めちゃくちゃ練習になります。はい、以上僕のおすすめ施設でした、関西外大の。最後に関西外大の残念ポイントが一つあります。それはですね、他の多分大学生、結構今僕カナダいるんですけど、大学生いててどうやって来てるのかなって聞いたら、みんな大体休学してきてるんですよね。関西外大で休学しようと思ったら1年で多分60万ぐらいアホみたいにするんで、あんまりおすすめはできないし、休学、はあんまり、多分ほとんどの人しないと思います。そこはちょっと関西外でだから、途中でバーホリ挟みたいなとか考えてる人はそこは残念やなって思いますね。関西外でそこどうにかしたらちょっともっと良くなると思うんですけど、その基本的にその辺が残念ポイントかなって思います。最後にそうですね、僕
僕も一個短大最初行ったと思うんですけど、短大からその4年生編入しようと思ったんですけど、なんで辞めたかって言ったら、実際関西で僕が個人的に 短大で満足してしまったんですね。でその時ちょっとお金も全然なかったんで、でその時別にで僕も親と相談してて、関西でこれ編入一応僕は決まってたんですけど、取り編入決まってたけど、なんかよくよく考えたら関西大、僕別に全然その後即就職とか考えてなかったんで、いや4年やる意味ないなっていきなり思ってしまって、で僕はもう編入辞退しました。まあだからそこはよく考えて、皆さんもう全然僕は絶対就職するんだ、また僕は私は絶対就職するんだっていう人はもう4年生全然行ってもらったら、もうそのままポンポンポンっていいとは思うんですね。大学卒業になるんで、はい、いいとは思います。次まとめですね。まとめ、実際僕はまた結論から言うと、やっぱり関西外でめちゃくちゃ個人的にはすごい良くていい経験になったと思います。留学もできていい友達もいっぱいできました。あと何が大事かって言ったら、ほんまにその僕今から関西外で行って英語めちゃくちゃ伸ばして勉強して頑張りたいという人は、周り、自分の身の周りに置く環境をよく考えた方がいいと思います。やっぱりその、なんていうの、その最初も言ってた通り、そのパリピ系の人も結構おるんで、まあそっち遊びに大学行くんやったら、まあ全然関西で遊びに来てもらってもいいと思うんですけど、ほんまにその英語勉強したいっていう人が言いましたら、自分の身の回りの環境をよく考えて、でできたらいい友達いっぱい見つけてください。関西外でそうですね、めちゃくちゃ面白い人もめちゃくちゃ変な人もいっぱいいるんで、すごい楽しいと思います。ぜひ僕は個人的にめちゃおすすめするし、ぜひ自分の身の回りの環境をよく考えて、英語とかほんまに伸ばしたいと思うようでしたら、皆様頑張ってください。はい、本日は長くなりましたけど以上でございます。また関西外で何か質問とかあったらぜひ言ってぜひ全然コメントとかメッセージくれて大丈夫です。お答えいたします。他に分からないことあったら、なんか僕は分かる範囲でお答えいたしますので、ぜひぜひじゃんじゃんお待ちしております。ちなみに、あと僕は今カナダで留学してるんで、その時の様子もぜひチャンネル登録して見てもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、本日は以上になります。以上かな。以上です。はい、ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。